まあ、ところがですね、特定の幹部がその資金の使途を決めるという古くからの慣習があって、多くの国会議員は通常の政治活動が行えるような金額を受け取ってはおりません。マイクすごい、皆様こんにちは。私高市早苗は自由民主党総裁選挙に立候補をいたします。私は国の究極の使命は国民の皆様の生命と財産を守り抜くこと、領土、領海、領空、資源を守り抜くこと、そして国家の主権と名誉を守り抜くことだと考えております。この究極の使命を果たすためにも今総合的な国力の強化が必要です。それは外交力であり、防衛力であり、経済力であり、技術力であり、情報力であり、そして全てに共通する人材力でございます。まあ、この6つの力をそれぞれに伸ばし、また互いに伸ばし合う相乗効果を私は狙っております。まあ、できるんだろうかと思いかもしれませんが、できます。日本には底力がございます。若い方々が伸びたい伸びたいと考えて、今この瞬間にも意欲に燃えているからでございます。しかし若い才能にチャンスを与え、6つの力をしっかり伸ばしていくためには条件がございます。何よりも経済成長が必要です。私は経済成長をあくまでもどこまでも追い求めます。特に私が力を入れたい分野は5点です。一つは食料安全保障の強化、一つはエネルギー自然安全保障の確立、資源です、エネルギー資源安全保障の確立、そして現在と未来の命を守る令和の国土強靭化、そしてサイバーセキュリティ対策の強化、さらに健康医療安全保障の構築でございます。で、第二に私は全世代の安心感を日本の活力にしたいと考えております。シニア世代の方々が幸せで輝いて見えるということは、若い世代の将来の安心感に直結をいたします。まあ、これは消費マインドの改善にもつながってまいります。で、経済的な事情によって進学を諦めない、また結婚、出産や子育ての夢を諦めない、介護離職などでキャリアを諦めない、また更年期や高齢期特有の不調、また障害や難病によって社会活動を諦めないで済む社会を作ってまいります。在職老齢年金制度の見直しなど、この働く意欲を阻害しない、また努力をした人が報われる、まあ、そういった制度を整備してまいります。第三に防衛力と外交力の強化で日本を守り抜きます。宇宙、サイバー、電磁波領域、そして無人機、極超音速兵器、そして、まあ、最近では自律型 AI 兵器、まあ、こういった新たな戦争の対応にも対応できる国防体制を構築いたします。安倍晋三元総理が提唱し、そして構築をしてこられた自由で開かれたインド太平洋にアメリカを強く関与させ続けることが日本の責任でございます。受け身ではなく主体的な外交で同盟国と同志国の絆をさらに強くしてまいります。後で申し上げますけれども、北朝鮮による拉致問題、そして国連安保理改革に向けて行動をしてまいります。第4には令和の省庁再編に挑戦いたします。まあ、かなりこの厳しい環境変化の中で、さまざま複雑な問題が生じております。
まあ、そのような中で広い視野でスピード感を持って、この問題を解決していくためにはどうしても令和の省庁再編が必要です。まあ、これは議論を尽くした上で、まあ、しっかりと政治がリーダーシップを発揮しなければならない、まあ、かなり大きな案件でございます。まあ、どういう省庁再編か、まあ、例えばインテリジェンスに関わっている関係省庁がございます。まあ、これらの司令塔としての内閣情報局と、そして最高意思決定機関として閣僚などから構成される内閣情報会議を設置いたします。そしてこの懸念国からの投資をしっかりと審査するために、対日外国投資委員会を設置いたします。でまた能動的サイバー防御やで全分野のセキュリティ対策に対して、まあ、一元的な権限と責任を担う機関を設置いたします。復興庁設置法を改正いたします。東北地方に加えて全国各地の復興にも携われる機関へと強化をしてまいります。また情報通信省や、環境エネルギー省、まあ、こういったものに再編を進めてまいります。第5には今を生きる日本人と、次世代への責任を果たします。まあ、これは具体的には日本国憲法の改正と皇統をお守り申し上げるための、皇室典範の改正でございます。で第6に信頼される自民党、強い自民党を作ってまいります。お金の入りと流れから属人性というものを徹底的に排します。会計財務の専門家の方々のお力も賜りながら、使途の公平性と公正性を担保できる仕組みを作ってまいります。日本列島を強く豊かに、まあ、これが今回の私の総裁選挙のスローガンでございます。この国防に任じておられる自衛官という皆様のですね、やはりこの名誉と誇りを守り、そしてしっかりと実力組織として揺るぎない位置づけをするために、私は日本国憲法を改正いたします。これまで申し上げてきたのは内閣総理大臣となった暁に、やりたいことでございますが、党総裁としてやらなければならないことを申し上げます。 Let's be reborn と、全ての国会議員に、呼びかけて、もう国民の皆様から信頼をしていただける生まれ変わった自民党を作ってまいります。で、まあ、お金の問題が起きました。で自民党本部のですね、この運営の原資になるお金というのは党員の皆様による党費やご寄付、まあ、支援団体によるご寄付もございます。で私たち国会議員からの寄付もございます。で、まあ、何より大事なのは納税者の皆様にご負担をいただいている政党交付金や立法事務費でございます。まあ、国会議員1人当たり4000万円とされております政党交付金は、これは政党に交付をされます。で国会議員1人当たり月に65万円と言われております立法事務費につきましては、これは会派、自民党会派に交付をされます。まあ、私たち国会議員一人一人が交付を受けているものではございません。でまた、どうしても見たいというなら後でお見せしますが、私も議員歳費の支払い表、今持っております。割とこの自民党の場合ですね、議員歳費からの差し引き額も多いものですから、人によって違うと思うんですが、月の手取りはおおむね30万円台の国会議員が多いと思います。でもともとは国会議員がクリーンなお金で、そして必要な政治活動を行えるようにということで、国民の皆様のご負担によって政党交付金制度というものができました。まあ、ところがですね、特定の幹部がその資金の使途を決めるという古くからの慣習があって、多くの国会議員は通常の政治活動が行えるような、
金額を受け取ってはおりません。まあ、資産のない国会議員は私も含めてかもしれませんけれども、まあ、地元事務所で必要な人件費や、それからガソリン代や事務所の家賃や、さまざまな事務機器のリース代を捻出するのに苦労をしています。で、私はこのお金の流れ、まあ、入りもそうですが、流れからですね、属人性を徹底的に、排したいと考えております。まあ、先ほど申し上げました通り、会計や財務の、専門家のご協力も得て、党本部で本当に必要なお金、まあ、これ入りもでもですけれども、しっかりと予算を組む、そして自民党所属の、まあ、議員や支部長が活動資金に窮することなく、まあ、最低限必要な政治活動ができるような公平な配分をする、そして使途の公正性は徹底的にチェックできる、こういう仕組みを作る必要があると思います。で、まあ、自民党は、まあ、専門人材の宝庫だという自負は持っております。本当に目立たないところでコツコツと専門性を磨いて、まあ、見事な政策構築をしておられる国会議員非常にたくさんおられます。で、今まではこの派閥推薦人事とかいろんな壁がありましたけれども、やはり本当にコツコツと研鑽を積み、そして成果を上げておられる、そういう方に光が当たるような適材適所の、まあ、人事システムを早期に作っていく、まあ、これも私の仕事だと思っております。で、政府においてももう総理大臣給与、大臣給与いりません。特別職の職員の給与に関する法律という法律がありますが、ここの別表を改正して、総理大臣給与も大臣給与も廃止をいたします。とにかく国民の皆様から信頼をしていただける自民党、そして頼っていただける自民党、また我が国の伝統と歴史にまっすぐな思いを持ち誇りを持つ自民党、憲法改正の議論を引っ張る自民党、そして、まあ、その結果国でも地方でも選挙に勝ち続けることができる、まあ、つまり国民有権者の皆様から信頼をしていただける、しっかりとした足腰を持った強い自民党を私高市早苗は作ってまいります。結びに申し上げます。私たちが生きている今、それは誰かが命がけで守ろうとした未来だった。この言葉は映画をご覧になった方は、ご承知かもしれません。今皆様も私も誰かが命がけで守ろうとしてくださった未来を生きています。今の人時代をお預かりしている私たちには、日本列島を強く豊かにして次の世代に引き渡す、その責任があると私は思っております。日本列島を強く豊かに、これをスローガンに、私高市早苗、正々堂々と自民党総裁選挙を戦い抜いてまいりますので、そして良い結果を出してこの日本国の国家経営を担いたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。ご清聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。